神出祭堂は、結城五郎による日本の小説。第15回サントリーミステリー大賞受賞作。単行本は1998年に文芸春秋から刊行され、2001年には文春文庫より文庫化された。20年前に医療過誤事件を引き起こした大学助教授が過去の罪に怯え、破滅へ向かっていく姿を描いた医療ミステリー作品。 現役の開業医でもある著者が構想から完成まで3年がかりで初めて長編小説及びミステリー作品に挑戦し医療にまつわる社会問題とそこに従事する人間の心の闇の世界に焦点を当てて書き上げた。半年後に教授選を控えた国立上大学医学部助教授上原賢治はこうアレルギー剤の開発にも成功し、 世界的に有名な存在となっていた。スキャンダルさえなければ、教授就任は確実であったが、実は彼は20年前、出張勤務をしていた病院で、医療過護事件を引き起こしていたのだ。この事件に関与していたのは、院長、府長、看護婦、そして、上原の4人だけだった。過去の事件を暴く、脅迫状を受け取った院長は、その1ヶ月後進出再度を起こし急止 その4週間後同様に不調も死亡した。そして、上原にも脅迫状が届く。テレビ朝日系で朝日放送制作として1998年11月14日にサントリーミステリー大賞スペシャルにて放送したサスペンスドラマ。ありがとうございます。